曲 BGM。 ドゥンドゥドゥン、ベニーズワイガニ、ベニーズワイガニ、もう流されがちよみんな最新にわかるけど、いやそうよ、しょうがないでしょ、しょうがない。あやぞんさん、あのご飯食べました？ご飯食べてない。ご飯はまだ。あっけなは今日は何、僕はですね、バエビセン。え、待って、できないんだけど、なんで。あれ、てか入ってこれない、そのさ、なんで入れない。ちょっと待って、マジクソ雑魚回線になっちゃったんだけど。ちょっとやめてよ、ゲームがないともうほんと話続かないよ、あのさ、俺無理っすよ。いいですね。おかえそのさんち、そう、看板見てよ、愛園の小屋、小屋小屋かっこはてな、小屋かな、小屋でありたかった。俺は小屋は無理が、穴だよね、これ、愛想の穴。ちょっと待って、これはね、良くないこと言っちゃったかもしれない、俺は。あー、食わらされた。ちょっとね、今ではね、マジで浮かせたったと思う、本当に。完全に気抜いてた、今。やった。ちょっと、今日は、決まったことは、とりあえず週1でコラボをすることと、やっとー。シューイチでいつまでコラボやります？一生ですか、これ、もしかして一生、死ぬまで、生涯、お互いが見とるまで、お互いを。そう、期間決めてないね。どうしようかね。60年間しますか、じゃあ、とりあえず。はい、分かった。60年間で、うん、はい、60年間はい、60年間1週間に1回ですね。そうだね、週1でね、はい、週1でね、うん。0100ってのは本当にそうなんだろう。マナミのこと嫌いなんて違うんだって、違うんだって、そうじゃないんだって。マナミのことは本当に俺はもう感謝してるの、マナミには。もうね、そう、マナミには本当に感謝してるの俺はね。だって俺なんかとさ、同期なのにさ、あんなに俺のこと気にかけてくれてさ、配信でもツイッターでも俺のこと話題にしてくれてさ、ちゃんと告白じゃ間違えた、ちゃんとそのコラボもしてくれてさ、そう、まなみは本当に本当にね、すごく感謝してる。だからこそ会えない。ごめん、まなみ、ごめん、俺マナミとは会えない。あー、面白いな、これ。マナミとは俺会えない。だからこそ会えないっす。無理っす。もやしばオフって言われて、ってことは俺、アイゾロさんとオフで会うってことっすかって、そうなるねってなったら、すいません、いけないですって言った。俺無理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 、絶対に無理。はい、アイゾロマナミとサヤグサアキネの壁になりたいラジオ、通称カメラジー、イエーイ。ということで、みんな買ってね。はい、よろしくお願いします。じゃあ次回の配信ですね、はい、次回は、次回は12月の、今日付変わって11になっちゃった、これ24ん、え、これさ、待って、12月の24です。これ来年とかじゃないの、これ。え、だって隔週だったらこれ12月の24、あれじゃないかな。この日って何の日だっけ。出たね、これ来たね、これ。この日って何の日だっけ。俺実は、俺ね、先週ぐらいに気づいてました、これ。あ、本当に。うん、先週ぐらいに気づいてました。どうなるんだろう。もう全然やろうかなって思ってたんですけど。あやぞんさん、でもさすがに予定あるでしょ、さすがに。いや、ないないよ。だってこのカメラジのために火曜日は開けてるもん。
イブだぜ、アイゾロさん。大丈夫本当に。うん、大丈夫だよ。え、なんならちょっとスタジオ行こうかな。スタジオ行って配信しようかな。一人で。せっかくのイブだし、え、スタジオに行って配信しようかな。あれ、アッキーナ来ない。出たわね。まあね、一人でね、家にいてもしょうがないから、ちょっとスタジオでも行こうかなっていうことを思ったんだけど。え、でもさ、24、さすがにスタジオも誰か撮ってるでしょ。クリスマスだし、イブだし。あれ、無理だったら、じゃあ予定があるのかな。ナイス、ナイス。ただ25日にあのマッチョと戯れるっていう予定はありますけど。なんだそれ。それだけですね。あるとしたら、俺の予定があるとすれば。じゃあ24は空いてる。これ初のあれだ。いや、だからスタジオが、そう、スタジオが空いてるわけないじゃん。だってスタジオ、え、ちょっとスタジオ、ちょっと確認取ってみたい。そうそう、24のスタジオ。ちょっと今スタジオの空き情報ちょっと待ってる。うん、ちょっと待って。え、まさか誰か撮ってるって。イブだもん。無理無理無理、そんなの。そんな都合よく空いてるわけない。これだね。24、あ、空いてますね。空いてますよ。24日空いてますよ、スタジオ。ね、ちょうどいいんじゃないですか。え？やるか。え、待って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 。やるか、早藤さん。待って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 。24でしょ？24です。やるか。じゃあいいよ、やろうよ、じゃあ。あ、本当に？オフね。24でしょ？うん。いいよ。いいよ。そっちがその気なら。俺、藍蔵さんにプレゼント買ってくから、じゃあ。マジだ。プレゼント買ってくから。なあ。アイドルも買ってく。お、いいね。プレゼント交換しようじゃ。交換する。うん。で、ケーキ食ってゲームしよう。24じゃあ。あ、いいね。ゲームなら何だから。ついに。ここまで。え、でも本当にいいの？待って、あいぞさん成長し、うん、はい。クリスマス貴重だよ。100回あるかないかだよ。だって人生におけるクリスマスなど、まあ、そうだね、100回もないと思う。だし一生思い出に残るよ、これクリスマスになるたびに。うん、10年後とかさ、うん、20の頃、うん、アッキーナとクリスマス過ごしたなって、うん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 、40になっても20年前アッキーナとクリスマス過ごしたなって、うん、なるよ。なるね。いいの？そういう思い出に残るクリスマスイブにしていこう。はい。せーの、メリークリスマス！イエーイ！わーわーうえー。で、あと何かありました？うん。で、次が、はい、見つめ合う。これちょ、一回やってみる。ちょ、本当に。ちょっと待って。いや、もうこのままなんかね、このダラダラやったらね。あのね、相澤さん笑顔が過ぎた。ないあのね、目が合った瞬間にすって真顔になったので笑っちゃった。いや、めちゃめちゃこっち見てんなと思って、すごい俺なんか表情筋が完全に硬直してしまったには、うん。うん、目合わせてくれるんだなと思って。なんか唇震えてんだけど、相澤さん、おもろ。緊張してんの？緊張してるよ。緊張してるんだ。するよ。うん、なんかもう分かんなくなっちゃった、俺もなんか、うん、ぶっ壊れちゃった、なんかいろいろ、なんか、何、緊張ってどういう感情のことを言うんだっけ？今、俺は緊張しているのでしょうか？わかりません。え、なんかちょっと、なんかめちゃめちゃいいもんもらったしね。あれ、若干あれなんだけど、ちょっとまあ俺のも、じゃあぜひ。お、よいしょ。よいしょ。いやね、相澤さん、僕らの共通点って何だと思います？え、共通点？まあ、あんまないじゃないですか、共通点って。うん。そう。え、なんだろう、うん、え、なんだろう、これ、今、ここにヒント出てる？出てない。なんだ？いや、もう、相澤さん、僕らの、まあ、あれなんですよ、やっぱ共通点ってなるものは、もう一個しかないなと思って、はい、もうこれしかないなと思って、これ買ってきた。はい。かわいい！ありがとうございます。もう放送が可愛い。赤で赤。これ配信中にも話したんですけど、うん、プレゼントラッピングしてくださいって言われたら、うん、彼女さん宛てですかって。いや、同僚ですって言ったんだけど。同僚です。聞かれるよね。いやー、マジかー。オープン、可愛い。そうです、言っていいよ、それ。可愛い。
なんだと思うね、なんだと思う。めっちゃうざいやつ。ね、なんだと思う、なんだと思う。何もらったと思うね、ねね。あのね、時計をいただきました。こっちも開けて、こっちも。え、こっちも開けて。なんで、なんで、なんで。こっちも開けて。え、これね、あのね、あれペアウォッチなんですよ。あ、待って待って待って。あのメンズ用とあのレディース用あるやつを買ってきた。結構マジで店で1時間ぐらいバーッと見て、一番これが可愛かったからこれにした。ありがとう。ちょっとこれもちょっと写真撮ってもらおうかな。ありがとう。すいません、これもちょっとお願いします。かわいい。ちょっとペアなんでちょっと見て。マジか。そう、まあそう、僕らの共通点は、まあ、同期であるってことだから、まあ、時間がね、やっぱもう歩んできた時間が一緒ってことで、まあ、これからもちょっと同じ時間を多分歩んでいくことになると思うから、ということでペアウォッチなんですけど。え、もうそう、まあ、まず、まあ、時計だったらさ、そんななんか身につけなくても、まあ、家に置いとけるかな、いいかなと思って。いや、身につけますよ。そうで、なんか俺今日なんかさりげなくつけていこうかなと思ったんだけど、まあなんか今箱…いや、ブツブツだよ。ちょっと、まあ、これからもよろしくお願いしますということで。ありがとう、